アシェフアピアです。昨日の動画では、ナポリタンの、失敗しやすいやり方と普段僕が作ってるレシピご紹介しましたけれども、今日は暗殺者のナポリタンをご紹介したいと思います。暗殺者のパスタ、マルコさんとかファビオさんあげてますんで、あの本編見たい方はそっちご覧ください。で、あの暗殺者のパスタとこのナポリタンの作り方っていうのは結構ね、あの旨味の出し方とか共通する部分が多いし、暗殺者のパスタの作り方をナポリタンに取り入れることで結構旨味の底上げになるんじゃないかなと思いますので、今日はそちらご紹介します。では使う材料ですが、パスタとオリーブオイル、これ昨日も言いましたけど今回もオリーブオイルじゃなくてもいいと思います。普通のサラダ油とかね、グレープシードオイルみたいなあんまり香りのないものもいいと思います。チーズと唐辛子、お野菜が玉ねぎ、ピーマン、マッシュルーム、ウインナー、あとは今日はねこちらカゴメさんのトマトジュースを使っていきます。これちょっとポイントになりますね。玉ねぎはスライスで、昨日もちょっとご紹介しましたがピーマン、今日はちょっと縦に切っていきます。さらいですけど輪切りにした方がネギは苦みが出る、まあといってもねわずかな差なので食感で決めていただいていいんじゃないかなと個人的には思います。マッシュルーム、これもスライス、ちなみにキノコ今日マッシュルーム使いますけれども、しいたけとかでもいいですし、しいたけとかしいたけ、しめじ、まいたけなんかでも、何でもお好みのキノコでいいと思います。ウインナーは今日はじゃあちょっとだけ厚めに切ります。昨日はね斜めに薄切りにしましたけど、そうしましたらフライパンを用意します。パスタがねそのまんま入った方がいいので、このぐらいの大きなオーバルのフライパン、皆さんご家庭にあると思いますので、こういうものを用意してください。できれば30年ものなんかがあると最高です。ない場合はこんな普通のね鉄のフライパンでもいいです。今日はじゃあこちらで作りましょうか。フライパンにオリーブオイル、今日もウインナーからいきます。今日は暗殺者のパスタがベースになるんですが、これ南イタリアの方のそもそも郷土料理なんですね。で、特徴としてはざっと話しますと、あえてこう焦げ目をつかせながらフライパンの中でボイルもしていくような、そういった料理になります。通常のパスタって結構炒めないように煽ったりするんですけど、ナポリタンはあえてね鉄のフライパンでこうガンガン炒めながら最後煽ったりするんですけど、そういうところもね結構近しいんじゃないかなと思うので相性はいいと思います。ちょっと焼き色がついてきたら玉ねぎ、味出しの塩、あとマッシュルームも加えちゃいます。で、炒めてる間に次トマトジュースのちょっと準備をします。でこの炒め終わったところ、いい感じにね火が入ったところにトマトジュース一気に加えちゃってください。でここにもうパスタを加えちゃう。入らないと思いますのでちょっとねこうかけてアロゼしていくような感じでちょっと一旦柔らかくしていきます。今ここの真ん中辺がねあのフライパンの底に設置しているような感じなのですが、このままちょっと一度煮詰めていきます。でこの時に今日はトマトジュース使いましたけれども、トマトペーストをね水で溶いたものだったり、トマト缶のジュース部分だけ使うとか、干したトマト缶を水分で伸ばしていただいてもいいと思います。ここでこういじっちゃうとねいつまでたっても焼き色つきませんので一旦このまま放置です。ちなみにケチャップ、昨日はね水分入れる前にっていう形でご紹介しましたけれども、今日の場合はねこの鍋底に当てていくわけですが、さすがにケチャップ入るとね本当に全面的に焦げちゃうので、今日の暗殺者のナポリタンの場合はケチャップは後入れ、水分少なくなってくるとねどんどん油とこう水分がこう弾いてきますので、そういう時ねこういう油跳ねネットあるとキッチン汚れないので便利です。でだいぶもう水分もねなくなって、ここも下もくっついてきていますので、いい感じに当たってんじゃないかなと思います。ちょっとヘラ等を使ってね返してください。
この真っ黒結気すぎるところだけ取り除いて、でも完全にね、今もう水分ない状態なので、ここで、ケチャップで、ここから先は、ワンパンナポリタンの作り方と近い感じですね。ちょっと合わせて、で水分全然足りないので、ここはお水を足していきます。まだ固かったらまた水分入れて、それをちょっと繰り返しながら火を入れていってください。ある程度麺もいい感じに柔らかくなってきたら、最後にピーマンを加えて、まあ、これ僕は食感残すためにピーマン後入れにしますけど、まあ、最初でもいいですけどね。である程度になったらもうここで火は切ります。で火を切ってからチーズ、ここも結構多めでいいですね。これ火切ってから入れないとね、どうしてもそこにねチーズへばりついちゃいますから。じゃあ盛り付けます。完成しました。いただきます。昨日作ったものよりも、ね、かなり濃厚な感じです。うん、使ってる具材はトマトジュース以外は全部一緒なんですけど、全然味わいが違う、うん、今日トマトジュース400使いましたけれども、多分これ一つでいいですね。200ぐらいでいいと思います。水分足りなかったりしたらお水加えていただければ全然いいと思いますし、甘みとかねそういった部分はケチャップで出せますので、今日作ったようなもったりとしたねソース多めな仕立てにしたかったら400ぐらい入れてもいいと思いますが、まあそこら辺は好みで調整してみてください。まあ、暗殺者のパスタの、まあ、一番美味しいところというか醍醐味っていうのは鍋底に当てるところね、まあ、今日ちょっと当てすぎましたけれども、当たってるところと水面からビョンと出てるところと食感が変わっちゃうんですけど、その変わっちゃうのがいいところなので、パスタの食感の違いも味わいながらね楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。で今日はトマトジュース 100% でこう煮詰めていきましたけれども、やっぱりねそのケチャップだったりとかトマトジュースだったりとかっていうのはすごく当たりやすいので、だから最初怖かったら、トマトジュース半分くらい入れて、であとはそこに水分とかねちょっと加えてあげて、そこから煮詰めてあげて焦げを作ってあげると、当たりすぎっていうのは防げるかもしれませんね。まあでも今日みたいに多少当たっちゃっても、別にそこら辺ペペッと軽くね取っていただければ十分問題なく美味しく食べれますので、ぜひやってみてください。ということでまた次回も何か作っていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。